今日はちょっとバッキナバッキナバッキナデゴはね、ナズギと違うぞ。ナズギと違う。デゴだれデゴか戻れるかまんつかあ、どこにこの塾って、すいはばげだべキノコがないと、いけません。ツッコギキノコバカトリオ、今日もキノコ全開でやっていきますよ。よいしょ。いやー、今日も気合い入れてやっていきますか。やっていきましょう。ということで、はい、今日は何をしていくのでございましょうか。今日はもちろん、皆さんともうお約束しましたので、はい、今月の秋田弁料理教室、よろしくお願いします。おー、まあ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 、苦しゅうない表を上げ声も上げてた、似てる、上げてた、上げてたまあちょっと、この間までは結構秋田弁は和食が多かった。だから今日は、はい、洋食でいっちゃおうかなと。洋食の秋田弁もまたレベル高いのができるんじゃないかなと思ってさ。喋れる？大丈夫？全然大丈夫でしょいつも喋ってる通りに喋ればいいだけだから。いつもカメラの外で俺待ってるからさ、カメラの外だと思って喋ればいいからさ。今日はルーティン撮影しながらね、火の音を撮ったじゃん。撮りましたね。ね、はい、春の訪れを感じてるわけですよ。もうね、感じました ね、うん、ということで、はい、バッケを使ったバッケ、バッケ、バッケイコール何ですか？フキノトです。おー、バッケを使った、はい、めちゃめちゃ出汁の効いたパスタをちょっと教えちゃおうかな。秋田弁でしっかり教えていきますけどね。しっかりね。はい、ということで、じゃあ今日はバッケを使っためちゃめちゃ美味しい出汁の効いたパスタ、皆さんにご紹介していきたいと思います。楽しみだぜ。おうっす、ヘブナなんか第何弾かも忘れたけど、うん、このやっぱ最初のおうっしがもうドスッとくるもん。いいな、まず、はい、おい、今日は何も読んでるためにや、うん、さあ、どう教えるためにな。はい、わ、うん、かりました。簡単を教えていくためにやためにおい、このジャンバとかは脱がねえために腕もまくらねえためにみじめやるや。わかりました。わかった。はい。シンバー。はい。まず最初に材料紹介からな。お。していくとみんな。お願いします。うん。シンバー、今日は取ったバッキナ。これ今日五つ取ったためにや。はい。五つ使っていくな。うん。うん、あとスタギ。つのこな。今日はかなりおっつしたけど、一つ。まあこれちっちゃいやつだったら。2つでもいいしな、3つでもいいし、うん、はいはい、まずだいたいこれ70g ぐらいだ。あとはこれな、スラスチラシ、スラスチラシ、スラスチラシ、スラス、スラス、スラウオ、スラウオを、はい、蒸したやつな、釜茹でしたやつ。あとこの貝な、これアサリな、アサリ、アサリ、もうなんかあまりなまらず出てこねえな普通に聞けるな、皆さんこういったからな。普通に聞けるね。普通に聞いてらな、うん、全然余裕です。今のところ何もわからねえ言葉出てねえもんな。全然余裕な。あとこの貝割れのデゴっこ、貝割れのデゴな、貝割れのデゴだ。あと食いな、乾かせたスパゲッティな、次の日で使ってきる。これは何？貝割れのデゴっこ、デゴっこ、うん、デゴっこ、貝割れのデゴだいなと思うな。デゴよな、デゴで。デゴはね、ナズギと違うぞ。ナズギと違う、ナズギと違うぞ、デゴだれ。あと、楽しく飲んでいくためにな、はい、先っこな、はい、うん、味噌飲むべ、おう、うなべ、おいけ、先っこ飲んでいくためになおろ、お次しますか、先生。なんもいい、なんも、あ、せずけ、やった。あ、いいんですか。あ、いや、田舎の男はこうやって、巾着巾着やって、この先っこどこ、こう飲まってね、吸うのね。ああ、こうやって飲まさ、うん、まずこうやって先っこ飲みながら楽しくやってみるといいな。はいはい、おっす。今はどう、はい、材料ツタにって切る切ればいいんですね。あ、ツタにって切る。はいはい、わ、うん、かりました。うん、すっかりな。はい、うん、何から、うん、最大これツタにいれば、うん、この包丁、うん、おだれるびょ。
おんだれる。おだれる。おだれる。おだれるで。おだれるためにはまずそういうバカなことはしないで、はい、まずは、うん、スタディから行くか。あ、わかりました。津の方からスタディ行ける。これはあと杉田に来てくる。ここの石突きは落としますね。だんだんだん。はい。そしたら、あ、杉田によ。うん、今日はこうだな。だな。はい。だ。こうですね。だ。そしたらこれを、うん、このままこう、おお、ちょんとしたこと。うん。手まりいいよ。の、うん、めっちゃ手まりいくなったな、お前な。うん。もうさっと、すぐ、下にいた方がいいかもしれない。普通に、バッキーな。そのさ、うん、バーに結構力入れるんだ、やっぱ。おい、読んどるやん。バッキーマンザ。うん。なんだなぁ。まず半分に下に。にがやな半分に切る、うんうん、もうこのコツをつくたことになったこれってここもこ切なくあー大丈夫大丈夫えいいえいいえいいえもし、うん、さっとこのなこれ気になれなるあったば、うん、いつかないつか切って切るいつかまあいっかじゃん、うん、え、このだってこの枯れてるところはこれカワマンツカ行って切れ、うん、カワマンツカうんうん、もうカワマンズかいって切れてカワマンズかな標準語でねこれ標準語だいなこれなっとんな、うん、もうカワマンズかマンズ、うん、マンズかってなんて言ってるのそのままあ、なんだんだそのまま、うん、教えてくれるんだこれもじゃあ半分にすればいいってこと、うん、こううんな、うんだ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 あ、うんえ、このだってこれは取んなくていいのこれだからカワマンズかいって切れればカワマンズカでいいなバッキ食ったことあるあることあるんだ、うん、いつ食ったば去年あ去年の春でもおめえわらしの時はわらしの時は食べたことないかもしれないわらしの時は食ったことねえ、うん、え、バッキミスどこってんの、うん、の聞いたことあるけど食べたことない土佐窓か笠窓か食って苦った父様、母様あ、いやなあ、土佐窓か笠窓な土佐窓か笠窓食っちゃったりな、うんなんかだってあんまりこれがちっちゃい頃食べ物だってあんま思わなかったなんか端っこにこう生えてるじゃないかん道のえ何何何ハンズコさうんハンズコさか、うん、これはな本当にな何で言ってもいいなバッキなともなおスプリングどんだどんだどんだかまりこさったするよする顔おおいいかまりする春の匂いするああこたまいいかまりするなんか、まだ6歳くらいこれが今美味しくなるのあとは、わしでだうんわしでだもう一つ材料おっやっぱり、スパニッティって言えばやこれヘネバネビョンこれなおぉいっぺひれこれなんも違うええ違うまず、ケッツァあ、ツタにてきれこれをこう落とすはいで、割るだんだこうやるシーンダンビディラブみんなおいや、うんスパニエティコ減らず杉田もの杉田座かなりやおめえだめ拾ってやりで会話どこやどもさっき世間話しててしょあとあの杉田に来たりあもうでもでもでも入ってるこれ何、うん、おおすみませんこれ崩れ当たり悪いようになると思うおおおジョンズのことはおめえなんかごと作らずジョンズなってきた時に何だかななんか、はい、なんかいやったかやなぁ、これでなぁ。いや、でも、やっぱ成長しねばな。この動画を見れば、だからみんな料理がうまくなる。あんだかもしれないなぁ。そういうことか。いつも犬隣でな、あんた右だったみんな。あんまりいいなぁ。え、りょうじも料理好きなの？え？好きというか、うん、なんか、まあできたらかっこいいじゃん。あ、そう思うんだ。もう思うよ。思うけど、なんか、好きなとは思わない。目玉は間な、早見みたいだな。早見？早見目指してると思う。早見目指してるでしょ俺はなんなら早見さんよりだったら、うん、長野か長野あの知ってる V6 ってあ知ってる知ってるうん長野ってあれだべ作るはやり、うん、普通にラッセンが好きせいの長野ってのそれあれでしょうんトンネルズのあの絶
連絡オープンで一瞬テレビから聞いてる。できました。できた。では次はどうやっていくためにな。はい。ノウ。クイの。うん。二つあるため。どっちからやるでしょうか。こっちでしょ。こっちか。うん。こっちからできる。クイナも決まりにった。見やりてほかりやりて。でもこうなった。決まりにった。何それ。こいさはまずこのブラックスできる。あ、オッケーです。うん、これは大さじ。あ、たっぷりと。どん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 。重さと。なんだ、そんくらい。そんな入れる？そんくらいできるや。あそこにもまだ限りくと思う。へぇ。あそこにも。ここに。うん。あ、すいや、引っこつかんねえけど。突き切る。これ極力一番いいな、しっこいよ、しっきりや。あとじゃあこれ入れていいな、かまにこさーさー入れてきりや。その、今、ティッコの匂い噛んでみりゃ。あの、バッケも、うん、バッケの香りも入ってるわ、鍋。うん、さっきかましっきりをさ、ね、クイで先この上で、クイだってらべ、効率考えるもん。はい。クイ、あと、このスパニティを受けてこうやってみる。あ、そうなの？はい。なんで？こっちが、ソースが出来上がる頃に、こっちに出来上がるべし。あ、塩っこ！塩っこ、塩っこ、塩っこ、塩っこ。ダメだぜ。塩どんくらいかわかる。あ、待て待て待て、待てよ。クイ、だいたい 1.5 リッター塗りだったのに、つってこー。つってこー、サンツで、つってこーさーつって早くこっちがほらつってこーさーつって逃げ OK なんだつってこーあ、じゃあ先生はわざとやねしてもいいわふる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 ふってふるまず適当にできるやぞ砂糖こあんずみこすてみなっていうしょっぱい感じどんなばみなっていうしょっぱい感じなんかしゅうならねってみにゃ俺もう砂糖だこの塩加減がよ大事なんだよなんだ死んだ死んだ1秒もう砂糖だあの半べ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 こっちまんだだなもういいんじゃないこれじゃパスタ入れておいいどいいど上から押していけだん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 だ押して押してる押してる押してるほんとや押してるよほんとや押してもっと押して押してるってもっと押して押してるってもっと俺もっとこうなってくるまでこうなってくるまでこっち話しのてまだ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 こっちの話まだ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 熱いんだけど熱いんだってまだあ、こっちの話すねもうさとうさとしてもうさと押してるよ鼻へほらおおあとこのままこうやって切れば次はかいあさりへで切りやここにいるここにいるそしたら、はい、クイさ、うん、あと、あの、サギコ引き。サギコ、さっておく。うわ、美味しそう、もう美味しそう。ダスコで入れてみな、これな。ダスコ。怒ってんの？ちょ、なんかさ、あれちょうだい。キッチンペーパー。はい。そこそこ。なんか、ここすごい油が。そう。これね。これでくるっとね。ね。で、チャランラップやないかいチャランボツはい漁師が下手なんだよ多分俺漁師が下手なんだよちょっとバッケつきれや俺減るわぞあとバッケ減りちっとじもあとこれも減りきれやあと次だよそれ入れていいのそれちょっと持ちたほうがいいんじゃないのうんもうバスコ取れてるよし乾かす乾いてらったみんなや早めに切るや出すこと切るやここで待てよちゃんと転げよほろってなねなそこな湯が出てくるなほろって切るやじゃあこうなってらべはいそしたらばこの筒からべ
ちゃんと火入れる。こんな。で、これを乳化させていきれい。乳化ってどういうこと？振るってるわいい。振って。うん。どんどんどん。あと、そしたらば、これさ、本当は唐辛子とか入ればやったと思う。煮たもんね。ゲストするよ。ごめんなさい、ごめんなさい。これって、あ、なんだ。ディディア。ディディア、ディディア。唐辛子これ減っか。うん。あと1秒。あと1秒。なも、バッキの釜に黄色あんまり入れば。おう、おう、おう。おう、おう。あ、ほら、トロトシ来たべ。はい。だべ。これが乳化や。皆さん、これが乳化です。これが、殻なんだよ。パスタ入れようよ。なんだよ。なんで？まだまだ。ちゃんとまで？じゃあ、もうちょっと読めていいんじゃないこれ。弱めていいんじゃないやって、やれ。おいでこ、信ずれ。おい、信ずれ。やれ。カメラの前の皆さん。私はいつもこんな感じです。わかるか、やり方は。わかったわかった。こうやって、さっとこう切ってからこう減る。はいはいはい。さっと切ってから減る。だ。俺や、いつもパスタ作らったと思うや。うん。みんなあんばや。あんば俺のパスタ好きなんだよ。見て鼻鳴らしてくや。お。なんだ。お。いや。なんか。いいんじゃない？さてあんずみこす。あんずみこすかな俺。うん。ちょっと安全こし、ほら、足りねえぞ。これは塩粉、さらっと引いて。塩粉、さらっと引いて。で、次、酸性。あー、どんどんどん。もう分かってらんねえか。これ、オリーブオイル。うまくいいと思います。おーし。せは、でも盛り付けていくと思う。はーい。はーい。そしたらば、このかいわれな、食いすぎだために俺、泣いて。はい。全部いきましょう。ないぐどないぐおいのないぐしきれこうやってほらあとこれで完成だうわバッケのスパニエッティ完成おうイエーイじいさんなやっと食えるのはいあつずにな口まで、ここしきりここしきりでよあすいません友達はやっぱりな、最高のフィーベあ、最高やかうん、な、最高大丈夫かなやっかってない大丈夫かなよし今、頑張りますイエーイおめおめめてやめしことまんめしことまんめやっか大丈夫ですしゃくちぃわいきましょう食べたいまず、次第にちょちきりゃあるんなつくつくかバッキはみんな取った方がいいんじゃない？バッキって何も食べてんねんて。バッキだよ。バッキだよ。いただきまーす。いただきます。おー無料。バッキの小盛りな。おいしい。ゲッチンバッキ食べた？バッキ入ってなかった。これバッキやこれ。これ本当はこれバッキだ。お無料の。ちょっと苦いけどね。何言ったっけ？その人間でもやってよ。なんかそういうの分かるようになってきた俺大人になって思う。うん、いやこれ貝割れもすごくいいね。ね。あれになってる。うん。アクセント。はい。うん、アサリ入ってるのもいいしね。こんなの。下地はなんかちゃんとこう歯ごたえだったなさすがのな、初めなかった、うん、でもこれ、このくらいのなんかパスタだったらって俺が作ったんだ僕なんて言われたよ早くそのパスタって俺が作ったんだそう勘違いしたくらい美味しいパスタですよ逆にどれぐらい？表ゼロ。表ゼロ。ためだけだよ。誰が作ったの？どうした？おいこれ作る。えで。アバサカヘビやってよ。だアバサカヘビやってきるや。いやーちょっとな。だでも今日唐辛子少ねえかったためにや。カレーズな。なんかカレーズすな。もうちょっとカレー味食ってきたな。なんかあれば言ったと思うな。うん、どんどんわおおおえ、でもそういうことですよねえ、辛いやつですよ満タンな、これやまあ、これ
この塾ってハンバーギーだべ、これ。これこの塾二人の。あ、これこの塾ってハンバーギーだべ。この塾ってハンバーギーだべ。あ、これこの塾ってハンバーギーだべ。待ってよ。この塾ってハンバーギーだべ。これ別に行くぞとか。三十。これはやばい。これはやばい。どんも今太ったらや。太ったってや。おいだばやらね。おいハンバーゲロン。おいしい思い出で終わろうよ。無駄れへんだぜ。辛いの食べたいって言ったでしょ。じゃあ一つは言ってみるか。ネフティベ。わかった。コンプリ。おお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 この塾ってハンバーゲだぜ。みんな行く。この塾ってハンバーゲだからみんな行こう。いただきます。いただきます。いただきます。この塾ったもんな、これな。あれじゃくな。おー、みんな行った。この人みんな行った。身勝手なぁ。マスコのためなぁ。さて、今日の問題は。が、この塾って、すいはばげだべ。よいしょ。前回の答え合わせですね。はい。はい。問題は。問題は。くっちゃべねんでけ。くっちゃべねんでけ。これですね。はい。なんかこう、問題の答え合わせする前に、視聴者さんから。結構来てます？結構いただいてます。面白い回答が一つありますね、ええ、食べてたら、うん、違和感を感じて、うん、毛が入っていたって意味かなって最後の毛が毛なんですよね、多分ね。なるほどね、はい、はい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 。ユニークなことですねあとは、うん、これは正解なのか。あ、今回の問題はイージーなのではって来てますね。おしゃべりしていないで、うん、食べな。おお、正解ですね。おお、くっちゃべんねんでが、うん、もう喋らないで、喋ってないでみたいな。喋ってねしても、喋ってねしてもが、うん、秋田弁なんじゃないですか。秋田弁これ、うん、くっちゃべんねんでは喋らないで、けが、うん、食べなさいなので、おしゃべりしていないで食べな。すごいすごいですね。イージーだったのかな。みんな結構喋っていないで食べろ、おしゃべりしていないで早く食べなさい。皆さんレベルが高いですねまあでも分かった方も分からない方もね、はい、コメントいただけると嬉しいので、うん、ぜひどしどしコメントの方、今回の動画に関してもよろしくお願いします。お願いします。それでは動画の続きをどうぞ。はい、ということで前回の答え合わせでしたね。はい、はい、やっぱりこの難問に立ち向かえるのは見ているあなたたちです。ということで、レオちゃんが作ったパスタはすごく美味しかったと。今回の問題はもうスペシャルということで、当たった方には必ずコメントを返します。おお、ということで、美味しかったんだけど、はい、辛かったということで、最後は仕方ないこのズッコケの終わり方でございましたけれども、はい、楽しかったですね、やっぱり秋田弁ね。楽しかったね。ね、まあこれからもね、1ヶ月に1回ですね、しっかり秋田弁をどんどんアップしてまいりますので、はい、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。お願いします。あとルーティン動画やショート動画、キノコを使った面白い企画もどん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 上げていきますので、今後もご視聴よろしくお願いいたします。お願いします。では今日はこの辺でお開きにしたいと思います。ヘバナーヘバナーヘバナーバッキごちそうさまあれ、男の衣装いつやる？今これやるやる全部入れてくぜ男の衣装もそういえばやってねえもんな。新企画男の衣装でいいんじゃないの。